対決、そこに佐々木大地を仕掛けて井上俊介抜けた、いい形で前を向いている、前に伊藤翔がいるが自ら打ちました。おースーパーゴールで横浜 FC 先制、古巣相手に恩返しの一発、井上潮でした、ね、まずここね、2人の間うまくかわしたのが大きかったですし、あとはここちょっと一瞬空いたところ見逃さず思い切って打った決断力も素晴らしかったですね。迷いないですもんね、ボールもぶれてますし、まあ、前からするとちょっとノーチャンスみたいなシュートになっちゃいましたね。